2018年3月14日13時、9回ここだけの話、1209、特集、サンスポ記者の9回ここだけの話。日本ハム、近藤、拡大、今年のプロ野球は、久々に、打てる捕手、が出現するかもしれない。注目したいのは日本ハム、近藤健介、24、と西武、森友哉、22、である。二人が捕手としてどれくらい打てるのか、とても興味深い。近藤は、言わずと知れた球界を代表するヒットメーカー。昨季は腰部椎間板ヘルニアの手術をした影響で57試合出場にとどまったものの打率は、413をマークした。この2年間は腰や膝の痛みに加え、スローイングに不安を抱えていたため、捕手としての出場はわずか1試合だったが、昨年秋に捕手の練習を再開。栗山監督は捕手、外野手、指名打者を使い分けながら起用する方針を示している。森は入団2年目の2015年に17本塁打を放つなど、こちらも天才的な打撃センスを誇る。昨季は開幕前に左肘を骨折し、38試合出場にとどまったが、今季は順調に調整を進めている。辻監督は投手との相性を見ながら、炭谷と併用する方針だ。かつて、球界には、打てる捕手、がいた。戦後初の三冠王に輝いた野村克也氏、サンケイスポーツ専属評論家を筆頭に、王貞治氏と本塁打王を争った田淵幸一氏、野村 ID 野球の申し子。古田敦也氏、日本人捕手として唯一のメジャーリーガーである城島健二氏、現役では巨人、阿部慎之助、現在は一塁手、の名前が挙がる。一方、昨季規定打席に達したのは打率、243の中村、ヤクルト、ロー、206の小林、巨人、の二人だけ。中軸を任される捕手はいなかった。確かに捕手は重労働だ。投手の投げるボールを受けるだけではない。相手打者を打ち取るために、近年一気に進化したデータを頭に叩き込んで投手をリードしなくてはならない。必然、打撃練習に費やす時間は削られる。打撃が二の次になるのは致し方ないのかもしれない。しかし、それでも野村氏の言葉は現代野球にも通じると思う。捕手をしていたことで、打撃に悪い影響を及ぼしたことは一つもない。バッターボックスでもキャッチャーをやればいい。学んだ配球術を自分の打撃に応用する。そんなしたたかな捕手が現れてほしいと思う。片倉直文、今、あなたにおすすめ。